はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。では今回は信長の野望レプデン続きをプレイしていきたいと思います。で前回ですね、一旦は飛騨姉小路家を攻めようと出兵を図ったんですが、その隙をついてですね、本願寺が、岸和田城へ侵攻、攻防戦の挙句岸和田城を失陥するという事態からですね、急遽方針を転換して本願寺討伐戦に切り替えています。で今回はその続きになるんですが、今回はですね、何とかしてこの2つの市場、根頃寺、根頃城ですかね、あとは手取城、この2つをですね本願寺から奪い取ろうということで、考えています。では早速続きをプレイしていきたいと思います。で今大川寺城のですね委任目標が多分なくなってしまっているんじゃないかなと思いますので、この委任目標をですね、大胆に変えていきましょう。でどこにするかというと、ズバリ摂津石山御坊、ここを攻め取りにかかります。であとはですね、例によってというわけではないんですが、武将不足に悩まされると、僕の信長の野望プレイはいつも武将不足に悩まされてるんで、見ていただいている方ねからすると、また同じことをやってるわっていうね、呆れられてしまうんじゃないかなという部分もあるんですが、いずれにしてもですね、武将の数が足りていないと、多方面での戦闘に耐えられないという状態が発生しますんで、武将をね少しかき集めておきたいという思いから、浪人、これをね、逃さずに登用していきましょうというところで、少し面倒なんですが、ターンの始めにざっと見ていましたというのが今やっていた内容です。で方面としてはやっぱりね、姉小路、飛騨あるいは美濃、対武田の美濃あたりに少しはね戦力を整えておきたいという思いが実はあるんで、それをするためにはやっぱり何といってもね、武将の数が足りてないと正直言って何もできないという状況下に陥るんで、それをね避けたいんですよね。ただざっと見た感じ、武将はいなそうな感じかな。武将がいれば、武将がいるよみたいな感じで教えてくれればいいんですけどね。戦国列士伝とかだと確か教えてくれましたよね、武将が、武将というか浪人がね、城下にいると、城下に浪人がいるよみたいな感じで教えてくれたような気がするんですけど、今烈風伝だとその状態ではないけど、いるね。名古屋城に何者かがいるんで、信兼がいるんで、ここは登用させましょう、信兼に。二人もいるじゃないか、森政とさらに和氏もいると。頼むぞ。よし、まずは森政の登用に成功したと。でさらに中村和氏もいますよね。和氏も頼む。信長という人物が信用できませんのですと。いや、そんなこと言うかね、カズージが。絶対言わないでしょ。じゃ、信兼に行かせる？喜んで仕官するっていうの。もうこれ何なんでしょうね。完全なる運。あ、ごめんなさい。で、名古屋城以外で言うと、峰山清須、この辺りはいないですね。よし。着々と武将の数を増やしていきましょう。地味ですけど、これ結構後々効いてきますからね。また三好が攻めてくるのか。3700で懲りないね。ここは手っ取り早く根頃寺を攻略して、根頃寺を攻略した部隊を持って、そうか、今回一切変えてないね。いいか、変えてないっていうのは陛下の話ですね。手っ取り早くここを撃破して、根頃寺を制覇したら、その部隊5000ぐらいは残ると思うんで、5000の兵を持って、三好を迎撃に向かいましょう。
まあなんといってもね、三好は信長に対して恨みこそあれ、何も感情的に手心を加えてくれる要素はないですからね。まあ、盛り土もしてるし、あそこで登れれば、まあ、これででも型はつきそうですね。根頃地は落とせそうなんで、あとはの軍勢がどこまで来るかですね。岡義政投与しましょう。いや、武田軍もだいぶ勢力伸ばしてますね。ちょっと一旦勢力図がどうなってるか、地図で見てみますか。まあでもやっぱり信長が圧倒的ではありますね、織田軍。ただ三好がなんかあれだな、九州とかの方まで勢力伸ばしてますね。で逆に長宗我部は滅ぼされたから流れてきたんですね、きっと。まあそれはそれでね、あのこちらの方に武将を引き込めるんであればいいんですけど、こうやって見るとひたすらに三好の必要なまでの嫌がらせに合いそうですね。ちょっと問題だよな。でも今三好を叩く余裕はないですからね。まあ機内からは一掃しましたけど、さあ武将はね、もう誰彼構わずやっていきましょう。常置を派遣したところはね、ちょっとお話しながらだったんであんまり細かくは見ませんでしたけど、武将の豊には失敗してましたけどね。では根頃寺から、兵士いっぱいいるね。根頃寺から軍勢を出しましょう。三軍するのは全員三軍させて、岡義政だけは残しますと。で兵糧はまあほぼほぼ全部持ってきます。この辺もね、ほぼほぼ全部巻き上げです。んで信長は鉄砲、勝家は騎馬にして、騎馬にできないか、騎馬にして、長秀はいいでしょうか。か正勝もいいね、利家も足軽のままいい。数正だけ鉄砲に変えましょう。これでいいかな。うん、これでいきます。んで、あとは全部、これでもかっていうぐらいに搾取していきましょう。まあ、ここ根頃寺はもうね、戦闘が開かれるような場所にはならないので、お、
高天神城どうしたね。家康もだいぶだいぶ勢力を伸ばしてきてで高屋城が危ないのか。そしたら取り急ぎではあるんですけど、どうしようかな。移動させましょう。とりあえず高屋城に人を移動させる。高屋城はどこだ。ちょっともう一回確認しますね。高屋城は、河内泉だよね。ここに移動させたいんで、なるほど。今は囲まれてるんで無理ってこと？いやー、高屋城今人誰も入ってないじゃん。しょうがないな。長秀を急いで出陣させ、いや、長宗我部元親か。を移動させましょう。急いでね。入って、寝殺しの鵜飼義政間に合う？入ったかどうかだな。包囲中でも移動はできそうですね、今の感じだと。純慶と左近を急いで高屋に入れよう。一応4人が入ってるので、なんとかしてほしいけど、どうだろうな。頼むぞ。まあ、なんとかね、ここ落とされるとめんどくさいからな、また落とし返すのが。門の耐久とかに関して言うとカスだから、いや突破されてる。ちょっと委任を解除して自分で
やりましょう。ここはちょっと効率の悪い戦い方してるな。まああそこの城門突破されてるけど3しかいない。あいつがカスになってくれてるおかげでどうにでもあそこで食い止められますね。兵を引くな。ただそのまま安直に引かせはしないぞ。これは敵は兵を多分引いてますよね。よし、守りきった。列伝とかも一応見れるんですね、これ。ちょっとね、動かせないんで、切れちゃっているのがもったいないかな。ちょっと今動きがおかしくなってますんで、ちょっとお待ちくださいね。はい。
これで大丈夫かな。列伝 見れますね。久武近信、長宗我部家臣。やっぱり長宗我部が三好に完全に食われてるんだな。まあ登用しましょう。ここはね、確実性を期すという意味で。本願寺も着々と勢力広げてるね。ちょっと調子がおかしいかな。キャプチャーの様子がちょっとおかしいですが、このまま頑張りましょう。もうちょっとね。で、そうすると手取り城を取ってもう憂いを断ちたい。で、他浪人がいるが、ちょっとね、毎度毎度で退屈させてしまうんですけど、浪人がね、一括で見れるようなコマンドがあれば嬉しいんだけどな。どうしてもね、今武将不足に悩んでるんで、喉から手が出るほど武将が欲しいんですよね。もうクズだろうが、忠誠が低かろうが、何だろうが、何でもいいんで武将が欲しい。で、武将がいれば、今言ったやったような迎撃戦のためにわざわざ、武将を移動させたりとかっていう手間が全くなくなるんで、そういう意味ではね、武将重宝しますね、本当に。最上家が滅んで上杉の配下に加わったか。上杉もでかくなってきてるね。ここも上杉勝利してますしね。三好討伐隊を出すためにも本願寺をあっさり抜いておきたいところなんですよね。情報で白一覧とかで出てこないよね。いるかどうかっていうのは、浪人有無みたいのが出てくればね、すごくわかりやすいなと思ったんですけど、さすがにそうはいかないか。まあそうですよね。ここでも本当にね、めんどくさいところな、皆さんにね、ちょっとお付き合いいただく形で申し訳ないんですけど、まあ、ちょこちょこ編集を入れてもいいんですけどね、まあ、それほどの量でもないんで、ちょっとね、このまま垂れ流しちゃいますね。いや、本願寺も着々と本当にね、勢力広げてますね。さっさと、本拠地を叩いてしまわないと。このままどん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 大きくなると厄介ですからね。で、やっぱりその本拠地はね、攻めるのにまあある意味時間がかかるというか、それなりにリスクも出てくるんで、本拠地を先に抑えてしまえば、あとはもう行ってもね、市場攻めになるんだったら大した、まあ今からまさに市場攻めをするんですけど、市場攻めに関してはね、そんなに苦労することもないかなというところはありますからね。しかも信長の方は、まあ、ほぼ毎回10軍団出してますから。何、腹が減っては戦ができるとか言い始めてるの。マジか。完全に僕のミスですね。いやー、せっかく攻撃隊出してたのに、また三好が来てんな。これしょうがないね。三好討伐のためにまた兵を戻すしかないかな。
ちょっとね全く見てなかったですね。今のは良くなかったな。そしたら三好を迎撃するために兵を起こしましょう。で今回は同じミスをしないために確実に敵を殲滅できるようにしましょう。兵糧4ヶ月分しかないんだね。そもそももう寝頃じゃない、勝手にやってくれってことで、あくまでも三好を打ちに行きましょう。やっぱここ街道を整備しとくべきだな。街道があればね、道があればもうちょっと行軍速度が速いんで、あるいは兵糧不足に陥ることなく手取り城として三好もその後迎撃っていう流れができましたね。ごめんなさい、これまた間に合わないな。何寝殺しで何やってんだよ勝家は。本願寺の門徒衆が、いやーやってくれるね、どいつもこいつも。くそー困りましたね。そしたら、いや信長マジか、266しかいないのかー。一回戻すしかないな。もうモント州はなんとかここの岸和田城の部隊で守るしかないね。困りましたね。義興の軍勢4198、これなんとかできるかどうかってところだな。ちょっとここの防衛戦まではやっちゃいましょう。なんとかここはね守りきらないといけないんで、守りきりましょう。で守る場所なんですけど、例によって、元近をここに配置 して左近岡こんな感じかな。でまた同じあそこ、敵が1体しか攻めてこないあそこで敵を迎え撃ちましょう。まあ同じ前回と同じ状況を作り出すっていうね目的ですね。まあ一つ目の城門は突破されてもよしとして、二つ目の城門のところで敵を食い止めるっていうね作戦ですね。で鉄砲隊は三好長春を狙い続けましょう。なんとしてもここは守りきらないといけないからな。ここで三好に反撃を受けるってなると、三好とそれこそ本願寺両方相手にするのはかなり骨が折れますからね。
なんとかここはこの城を守りきれないといけないからな。純慶が撃たれるとまずいんで、純慶は一旦下げましょう。左近がなんか思ったより役に立ってないな。よし、左近の会心の一撃的なものが出たな。雨が降るとね、鉄砲が撃てないんですよね。今ちょうど雨が画面の左上、11月13日天候のところで雨がついてると思うんですけど、雨がついちゃうとね、鉄砲が撃てないんですよね。貞雄は強いね、やっぱり。言っても吉雨は止んだ。また雨か。天候にやっぱりかなり左右されちゃいますね、鉄砲はね。まあ、ただ強力なんでね、持っていこざるを得ない。さあ、ここで迎え撃つか、一旦兵を下げるか。ここで迎え撃ちましょう。
数の上では合格になったぞ。よく守ってるって感じがしますよね。敵もなかなか引いていかないね。こうやって見ると粘る粘る。でこれなんだよね、三好の本体、これがね強力なんですよね。よし、左近は残った。ここで純慶の会心の一撃が出るね。ただ弱いな純慶の会心の一撃は。ほう、これでさらに鉄砲が撃てると。混乱した三好隊に鉄砲が撃てるのはでかい。三好義興を討ち取りたいな。ここまで来るとなんかそういう欲にも駆られてくる。逃がすな。討ち取る。義興討ち取れなかったが、まあ、ただよく守りましたね。で門徒衆は今度ここに攻めてくるって、いやー結構めんどくさいことしてくれるな。兵糧がないのか。そしたら一旦ここにいる全武将を移動させましょう。どこに移動させるかというと岸和田ね。岸和田に全員移動させましょう。寝頃寺はもう武将がいても兵糧が全くないんで、ここにいさせてもあまり意味はないので、移動させちゃいましょう。本願寺の門徒衆はどこを攻めるつもりなんでしょうね。まあいいか、それはさておいてだ。そしたらちょっと一旦長くなりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回こそかな、キーを完全に制圧しましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。